どうも、ジエンです。先日ですね、ミスタードーナツには二度と行きませんというね、まあ、動画を出したと思うんですけども、まあ、簡単に説明すると、まあ、前回のミスタードーナツの新作ドーナツを僕が食べた時に、まあ、あまりにも美味しすぎたんで、まあ、これ以上ミスタードーナツに行くとこれはもう中毒になると、いうことで、まあ、二度と行かないと、まあ、そういった宣言したね、動画になるんですけども、まあ、まだね、見てない方は、概要欄にリンク貼ってあるんで、まあ、さっきそっちね、見てから来てほしいんですけども。はい、まあ、さっき見てほしいんですけども、とか言いながら、さっき15秒ぐらいで、かいつまんで全部喋ったんですけど、この度、ミスタードーナツが、エンゼルフルーツというね、まあ、新作ドーナツを出したみたいで、まあ、もし僕が、まあ、新作ドーナツを買っていれば、まあ、それはミスタードーナツ依存症になるわけですけども、買いました。ミスタードーナツを、買いました。はい。はい。ということで、まあ、買いましたね。まあ、今日ね、6月4日ということで、まあ、昨日6月3日は、ドーナツの日ということでね、まあ、あまりにもタイミング逃しすぎてるんですけど、はい、ドーナツの日、1日遅れ記念ということで、こちらね、ミスタードーナツ、買ってまいりましたけども、まあ、これはね、もう、僕がミスタードーナツに依存してるんじゃなくて、もう、ミスタードーナツが僕に依存してるだけなんで、まあ、これ全く問題がないというね、はい、買ってまいりましたんで、まあ、早速ね、食べていけたらなと思うんですが、ではね、今日買ってきたドーナツ紹介しましょう。まずこちら、エンゼルフルーツの、いちごですね、あまおういちご。そして、関西限定の大阪のデラウェアですね。はい、こちらエンゼルフルーツ、新作ドーナツ4種類のうち2種類、買ってまいりました。それと、プラスアルファで、キラキラストロベリーファッションということでね、はい、この3つをね、買ってまいりました。またまたね、なんか変なドーナツ出してますけど、美味しいんかいな、こんな。マリトッツォやん、こんな、ただの。こんな、パンのイースト生地に、クリームと、いちご乗ってこんな。何これ何がしたいわけこれ。これいただくわ、とりあえず。何がしたい意味わかん。いただきます。こんな、うまいわけないやんな。美味しいわけないやん、こんな、いちごのホイップとか。ただのショートケーキやん、こんな。ショートケーキ食べた方がマシやん。いただきますわ。美味しいわけないんでね。もう、最悪です。最悪なんですけど、皆さんがこれもう今後これ食べて死なないために僕がこれ試食して毒味ですね、はい、皆さんにこれ食べないように警告したいと思います。うまいんかい、うまいんかい。そううまいよな、そらいちごジャムにホイップやもんな。うまい、激うまやん。あ、これすごいな、カロリーやばいんだよこれ。揚げパンにホイップもいちごジャムをこう練り込んでるわけですから、まあ僕はミスタードーナツこれ自転車で行ったんで、まあ、実質カロリーゼロなんですけど、一瞬で平らげる。うまー。この粉あるでしょ、白い粉、これがうまいわ。正直本題じゃないんですけどね、この白い粉は。じゃあ次ね、このぶどうデラウェアですね、いただきたいと思います。あ、これね、ピスタチオですかね、これが入ってるんですね。これがいいアクセントに なってるんだと思います。まあ、でもこんなんね、正直うまいわけないんですよ。ぶどうはぶどうで食べた方がいいんですよ、デラウェアはデラウェアで、ね、絶対にこのドーナツに練り込むこと間違えてます。はい、こんなんありますけど、大阪さんとか書いてるけど、こんなんね、美味しいわけないんですよ。別で食べた方がええねん。もう最悪ですよ、もう。いやいやですけど、これ食べます。あ、もういやいや、もう。もういやいや。全然口開かへんもん。これはあんまりなんかい。うまいんかいでやらせろ。これあんまりなんかい。あ、そもそもね、うまいけど、いちごジャムは酸味があるんで、なんとか甘くてもいけるんですけど、これちょっと甘ったるいかもね。なんていうんだね、ジュースです。はい。グレープ味のグミとか、ジュースとか、お菓子とか、あるじゃないですか。まさにそれと一緒に甘いパンを食べてる感じなんで、僕的には、正直、ぶどうにドーナツは合わないですね。美味しいんですが、まあ正直このいちごの方が美味しかったかなと僕は思いました。最後にキラキラストロベリーファッションです。まあこれね、僕が現役の時にも
あったんですけどね、まあ、たまにしか出てこないんで、まあ、現役っていうのはあの僕がドーナツでミスタードーナツでミスタードーナツのことさっきドーナツでって言ったんですけど、あのミスドでバイトしてる時にね出てた。これはまあ、 あの特に期間限定の後とかに出がちなやつですね。これもいただきます。うまいけどチョコファッションにしたらよかったなって感じです。もう果物はええわっていう味な口になってるんで、こっちがね、あの食べる口が止まらないですね。バクバク食べれる。うん、ミスド最高。はい、ということでですね、ミスタードーナツ新作エンゼルフルーツ食べてみたんですけれども、まあ美味しいですね。はい、めちゃくちゃ美味しいんで、はい、まあ、これ以上食べるわけにはいかないんで、もう二度と行きません。はい、もうこれはもう確実に言いました。二度と行きません。テロップも出てます。二度と行きません。食べないっす。もう食べへん食べへん。もう言うたやろ。これカメラに映ってるから。これ次食べるわけにいかも、食べるわけにいかんというか食べへんから。うん、食べません。もう食べませんので。無理無理、あかん。いや、いくら美味しいとはいえ太るやん。うん、あかん、食べませんので。僕のチャンネルでミスタードーナツ関連の動画はもうこれ以降出ないでしょ。最後でした。ミスタードーナツさん、ありがとうございました。はい、ネタ提供していただいてありがとうございました。もうね、今後ミスタードーナツ、新作ドーナツ出ても僕はもうスルーしますんで、絶対食べないんで。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ほな。肩にはまるなななななひやウィーゴー。起きて破りなことをしてやろう。暴れろパワーフォースタイル伸び伸びと。Are you ready? 囚われないぜ。